ちゃん。こんにちは。はい。はい、ゆたかさん。はいよ。今日、また。ファーストステージ。なかなか、ね。第2戦ね。はい。はい。ゆたかの分析ということで。分析ということで。はい。はい。どうでしたでしょうか。これ猫が裏返しにしてるけども。裏返しというか、後ろ向きね。後ろ向きね。はい。昨日、タイガースが勝ちました。はい。ね。ホークスが勝ちましたということで、はい、後ろ向きになってるという。ということになりました。ねはい、で、今日の先発。はい。ね、DeNA は大貫。はい。阪神は伊藤。ソフトバンクは東浜。西武は今井というね、先発投手で試合がスタートします。はい。ということで、はい、早速、オーダーから見ていきますかね。そうだね。はい。はい。まずはセ・リーグからね。はい、セ・リーグからです。はい、阪神は、うん。阪神はね、佐藤まで変わらないですね。変わらない、うん、まあ当たってるもんね。中野も近本も3安打4安打打ってるし、うんうん、まあ糸原がちょっと心配だったんだけど、はい、まあ入れてきたよね。はい、はい、で高寺、はい、まあ2年目の選手、はい、まだ19歳という選手を大抜擢でね、うん、まあ入れてきたけどどういう活躍をするのか。はい、でキャッチャーが変わってますね。梅野になって伊藤になったという、はい、ね。で、DeNA の方ちょっと結構変わりましたね。はい、太田を一番に入れた、うん、まあ昨日最終打席ね、最後のバッターにはなったんだけども、はい、まあ非常にいい捉え方をしたということで、うんうん、やっぱり一番、うん、まあ小原も少し元気がないということでね、うんうん、ちょっと打順を下げたということで、まあ佐野真希は昨日からそうだね、うん、で、宮崎を入れて外を先発で使ってきた宮崎外をね、はい、で、今日森に変えて、大和を持ってきた、うんはい、でキャッチャーも伊藤に変えた、はい、でピッチャー大貫、はいねまあこういう、まあ、短期決戦だからさ、うん、待ってる時間がないんだよね。どうですかこのオーダー。まあ機能したらいいし機能しなかったら悪いと、うん、でもよく外がね、うん、やっぱこう一つのやっぱポイントだと思うんだよ、うんうんうん、まあ DeNA の中で一番昨日見てるとまあ外が2本打ってるし、うん、まあこう外の前にこういうあたりがランナーに出たいよね。でポイントゲッターになってほしいよね。うん、うん、あとは阪神の方は大山が打つのか原口が打つのか佐藤が打つのか、うん、もうこの上位打線6番までになんかこうかかってるような、まあ、そんな感じがするよね、はい、オーダー的にはね。はい、はい、ということで試合が始まりました、はい、どうなりましたでしょうか。はい、はい、このようになりました。なんと渋いゲームをするよね。はい、投手戦でした。投手戦だったね、これは。まあ、昨日もなかなかね、点の取れない試合で投手戦だったのか、ヒンダ戦だったのかちょっとわからないよ、これまあでも、なんて言うんですか、わからないけど、はい、前半はね、両先発投手の好投、うん、まあ大貫なんかは6回3分の1投げて97球、うん、2安打、はい自身初の10三振、はいね、2桁三振を6回3分の1までに作り上げたというね、はい、で伊藤5回77球4安打3三振1失点という、うんねまあ、両先発ピッチャーとも非常に良かったというのは、まあ、大貫から話すと、うんうんもうとにかくね、相手のバッターを翻弄していった、うんまあ、伊藤のリードも良かったんだけど、はい、まあ、っすぐも確かにこう切れてたし、ただまっすぐを見せ球に、ほぼ変化球で組み立てていくんだよね。で、一回りした時点から縦のカーブを使い出したんだよ、うん、それがもう一つ加わることによって、阪神打線のバッターたちが、なんかこう、球種で迷ってたね、うん、あ次は何来るんだろうとか、絞りきれないというか、絞りきれなかった。うんで逆に伊藤の方、やっぱり伊藤のコントロールは素晴らしいね、うん、インサイドにやっぱり右バッターに食い込んでくるカットボールとかまっすぐだとか非常に良かったね、うん、だからこれどっちが点取るんだろうっていうような、まあ、若干大貫の方がバッターを翻弄してただけにまあ長くは続くかなというふうに思ってたんだけど、うんまあ、三振の数もねそう違いますね、うん、それで5回宮崎が先頭打者で、レフト前ヒット、はい、でやっと外の前に出たんだよね、うん、ランナーが、うん、ただ一塁ということでただ外が外のボール右方向に狙ってたね、うん、これが素晴らしいわ。これが引っ張ると伊藤の術中にはまってゲッツーとかあるんだろうけども、はい、
引きつけて右方向行って佐藤も飛びついたんだけど取れずという、うん、でノーアウト2、3塁を作るんだよね。はい。で大和、はい、大和にどうするかな、打たすかな、スクイズかな、うん、まあでも大和はあの得点圏打率は3割以上あるんだよね、はい、で毎年そうなんだよ、勝負どころでは打ってくれるという大和に託したね、うん、それがフルカウントからちょっと若干やっぱりインサイド狙ったのが歩かせたくなかったのか甘くなってセンター前に打たれるんだよ、うん、で1点入るんだけど、はい、なぜかサードコーチャーがノーアウトでしょ。そうですね、ノーアウト2、3塁で外も回しちゃったんだよ。そうでしたね、うん、それでホームアウトと、はい、まだノーアウト1、3塁でもねえ、うん、その方が点が取れたんじゃないかなと思ったんだけど、うん、やっぱこういう展開だとやっぱ焦りがあるね。そうなんですかね、うん、焦りがある、うん、だから回しちゃったんだと思うんだけども、うん、あそこは冷静に考えたらノーアウト外の足、うん、それ考えたらもう楽勝でホームアウトだったからね、外が。そうでしたね。だから止めて1、3塁でまた攻撃をやり直すという、うん、まあ1点も取ってるしね、はい、この時点で、うん、だけど1点は取ったけども後続がつながらなかったために1点で終わっちゃったっていうのが、うん、1点は取ったものの流れが変わってしまうんじゃないかなっていうような気がしてたんだ、うん、ちょっとあのもったいない走塁がちょっとミスのような感じに、まあそうだね、まあ、サードコーチャーのミスだけどもね、うん、で梅野もコリジョンじゃないかっていうDeNA のアピールがあって、はい、外の走塁に対してね、うん、だけどあれはもう完全に余裕を持ってのアウトだから、うん、まあ梅野も取った後にスッともうタッチした後に避けてたし ね、 そうですね、うん、だからコリジョンは、うん、適用されずホームインが認められず、まあ、1点で終わったという、はい、その1点を取ったが流れが変わるような1点の取り方だったというね、うん、まあそこで7回、はい、うん、中野がショートの内野安打で出塁するという、はい、やっぱり足が速いですよね。やっぱね、ちょっと高いバウンドになったんだけど、うん、まあ大和も何のロスもなくてね。そうでしたよね、うん、ただその中野の足を褒めるだけというね、うん、まあ、そういう走塁を見せてくれたんだけども、はい、で次の糸原、まあ当然送ってくるだろうなと思ってたら走ってくるんだよね、その前に初球ね、はい、でバントの構えから走らすと、うん、もう昨日のパターンと一緒なんだよ、うん、バントの構えを見せといて初球走らすというね、うん、で伊藤が握れないという、うんうん、だからノーアウトランナーセカンドになっちゃった。まあここら辺はやっぱ阪神はそつがなく、うん、まあ、攻めてくるというね、はい、で糸原が送って、ワンアウトランナーサードになったわけ、中野サード、はい、で近本、それノーアウト三塁じゃなかったです。うん、これワンアウトね。そうですね、うん、これまあ1、これ1だからね、ワンアウト三塁 で、 で、ね、送りバントなんで、そうそう、ワンアウト三塁ですね。そうそうそう、ワンアウト三塁で、うん、大抜きから近本を迎えた時に、うん、近本が2安打のうちに1本打ってんだよね、初回に、はい、センター前をね。これも桑原の守備がどうだったのかなっていうようなヒットだったんだけど、はい、まあでも捉えられてるということから、うん、ここで左の近本に対して伊勢を持ってくる。これまで大抜き投手はとても良かったですが、うん、ここのスイッチっていうのはどうでしたか。まあ、やっぱ勝負なんだろうね、うんうん、それと、うん、やっぱ目先を変えたかった、うん、だから三浦監督が出てきた時に、うん、俺はエスコバーか、うん、でもエスコバーは最近あんまり抑えられてないんで、うん、ベンチに入ったのが田中健次郎、うん、あとは東、うん、こういうピッチャーが左ピッチャー入ってたのね、エスコバーとね、はい、3人、うん、まあ、その中で伊勢を持ってきたんだよね、はい、やっぱりね伊勢に対してのここで信頼度が分かった。なるほど、まあ、それとやっぱり一番三振が取れるピッチャーだという、うん、まあ、そういうことも考えたんだろうね、はい、ここで大抜きから伊勢に思い切ってスイッチしたよ、うん、そしたら初球で決着つけた近本に、はい、高めのまっすぐでサードファールフライ、はい、で大山に対してはちょっと逆球いったんだけど、うん、やっぱボールの力が勝ってセンターフライという、はい、まあ、ここを切り抜けられたのが非常に大きかったね、うん、で結果から言うと阪神のチャンスってここしかなかったんだよ、うん、なるほど。あとは全部ね、あのこの回またぎして伊勢も次の回三者三振取るとか、そうでしたね、素晴らしかったんだよね、はい、で7回追加点が欲しい7回、うん、
牧がライト前ヒット、はい、宮崎がプロ入り初の送りバントさせるんだよ三浦監督がね、はい、でここも点にはならなかったけども、はい、やっぱなんかこう厳しさというか短期決戦の戦い方っていうものがなんかこう三浦監督も分かってきたのかなというようなね、やっぱりどうしても1点追加点が欲しかったんですよね。欲しいよね、うん、だからまあ最後に三浦監督の厳しい采配って書いてるけども、はい、やっぱりね、今日はやっぱ采配が光ったね、うん、三浦監督の、はい、で昨日はもうちょっと動いた方がいいかなとか、うん、もう少しこうバントも厳しくやった方がいいかな、エンドラでも初戦を戦って三浦監督はそれをしっかり自分で学んでたね、うん、だからここら辺が三浦監督の素直でありいいとこだよね、うん、なるほど、自分の野球というよりも自分はまだまだだって思うことがやっぱ宮崎のバントにつながったりだとか、うん、もう信頼する、まあ、伊勢をね、はい、大貫から伊勢に変えたところと か、うん、だから非常に今日のね采配1対0点は取れなかったけどやっぱこれ守り切ったのは三浦監督の采配だというふうに俺は言ってもいいよね、うんうん、だから見事な采配をしてくれたなっていうふうに思いました、うん、はい、もう終始ドキドキの試合展開でしたがもう疲れちゃったな、はい、なもうちいちゃんもため息ついてたからね途中でねはぁってどうなんのこれって選手の母親みたいな気持ちになって、まあ、そうだねもうおばさんなんだおばさんだって言うからね、はい、だから、はい、まあ明日第3戦をね、まあ、迎えるけどもそうですねもうこの1戦目2戦目の戦いからどんな3戦目なんだろうっていうのが、うん、ちょっと今からハラハラドキドキしますが、まあ、そうだね、うん、明日は浜口、うん、で阪神は才木、はい、これで始まるからねさあ、どうなるんでしょうか。才木は力があるし、うん、バンバン最初から飛ばしてくると思うし浜口はやっぱ立ち上がりだよね、うん、1回から3回までピシャッといけば好投する、うん、でも1回から3回まで捕まる可能性があるんで、うん、だからそこら辺は慎重に戦ってほしいな立ち上がってほしいなっていうふうにまあ思います。はい、はい、という第2戦はい、はいね、セ・リーグが 1-0 で勝ちました。だから、はい、第3戦ありますよ。ありますね、1勝1敗ということで、ね、はい、はい、それでは次パ・リーグ行ってみましょう。はい、パ・リーグね、はい、まずオーダーから。はい、はい、オーダーから、はい、こっちもね変えてきました。はい、そうです ね、特に西武ですかね。西武ね、西武は昨日金子源田の 1-2 番だったんだけども、はい、変えてきたね。外崎を1番に持ってきた、うん、やっとやっとね、江川さんそれがいいって言ってましたもんね。だからその森山川以外はちょっと変わった、はい、変えたんだよね、全部ね。そうでしたね、うん、はい、打線がこれが流れるっていうふうに考えたんでしょうね、はい、でピッチャーはいまいと、うん、でこちらもねソフトバンクの方はメンバーというよりは打順が変わってきましたかね。そうだね、メンバーは一緒、まあ、ほぼ一緒かな、はい、まあ一緒だね、はい、周東の打順を上げたということね。そうですね、うん、で4番が柳田選手、うん、デスパインデ選手は5番5番に下げたということで、ね、ちょっと下がって、ね、はい、で柳町、はい、でグラシアルと柳町を初戦からどっちを使うかっていう悩みながら、うん、柳町を使ってるという、はい、まあ、これが当たってるというね、はい、で下位に東山、はい、ね、さあこの試合がどうなったのか、はいはい、はい、こうなります。はい、第2戦結果はこのようになりました。ちょっと大差ですか何何ちいちゃん、まあ、8対2で大差と言えるよね。ね、どうなんですか、はい、まあ大差だね。うん、だけどねこの勝負はもう一瞬で決まったと思っていいと思うんだよ。いやー、そうでしたね、うん、もうそこね3秒使ってる、うん、3回ですかね。まあそうだね、うん、ここの4点の部分なんだけども、はい、やっちゃいけないことを相手が、うん、自分たちがやっちゃいけないこと、うん、でも相手がやったことをものにする、うん、ものにできた方がやっぱ勝つよ、うん、まずは先頭の四球今井がで送りバント、はい、まあ甲斐が送ったのかな、はい、でまたフォアボール、それがちょっと痛いですよね。ああ痛いんだよね、三森にね。うん、うん、誰だったっけ、柳町にフォアボールか、うん、で甲斐が送りバント、うん、三森がフォアボールでシュートなんだよ、はい、ね、だからワンアウト取ってるよね、うん、でシュートセカンドゴロ、これね、これ相当いい当たりだったんだよ。ゲッツならないんだよそれでも、うん、いやこれゲッツで取ってたらね
この4点っていうのは全くなかったんだ。そうですね。でも外崎のとこ飛んだんだけど、外崎も取ってすぐグラブトスしてるんだよ、うん、持ち替えてこうじゃなくて、うんうん、グラブトスして源田も素早く送球してるんだけど間一髪セーフ。シュート選手の足だ、足なんだよ。でね、ゲッツーが取れないとやっぱり嫌な感じになるんだよ、うん、まあ、それで一三塁残るよね、はい、ランナーが、はい、で、とりあえずその後ですね、うん、で、ツーアウト、一三塁、うん、牧原に対してやっぱここできっちり勝負していかなきゃいけないのに、うん、死球なんだよ。これはデッドボール、もう どういうっていうか次柳田選手には絶対に回してないじゃないですか。昨日の戦いからして、はい、名前が記憶にあるのはちいちゃん誰と誰、何誰と誰、昨日この中で柳田選手、周東選手、うん、そうだよな、大体2人だったよね、うん、だからこれがやっぱこの2人がねポイントになるわけよ、うん、これをくっつけてたっていう打順も、うん、やっぱ素晴らしいと思うんだけども、はい、でこの死球によって柳田に逃げられなくなったんだよ。もう満塁ですからね。満塁だからちょっと思ったのが、うん、すごく調子が良いので言ってたよね、私ちいちゃん言ってたよね、はい、満塁でも、うん、満塁でもこう敬遠申告でフォアボールで柳田選手歩かせた方が安全じゃないのって思うぐらい、うん、って言ってたよね、はい、危ないよねって。そんなことってあるのっていう話はしたこと、うん、言ってたよね、はいはい、いやだけど、いや俺も危ないなと思ったよ。だけど満塁から申告敬遠はないなと思って、うん、思ってたね、俺はね。もう1点差し上げますので、柳田選手はどうぞ歩いてくださいっていうぐらい、まあそのぐらいの、うん、状態だよね、うん、でもそのスライダーをそのホームランを打つ前に大きなホームラン性の当たりを打ち、うん、まあ次のスライダー低めのちょっと難しい初球よりもね、初球っていうかホームラン性の当たりよりも難しいボールをホームランしたんだけどもさ、うん、やっぱりギータすごいな、うん、そこら辺の集中力って。いやどうして打てるんだこの場面でって思うくらい、うん、ただね、うん、俺西武のバッテリーが昨日の高橋光成から、はい、ギータに対してスライダースライダーインサイドのスライダースライダー、これはやっぱ弱点があるんだろうね、そこに、うん、ギータの、うん、で昨日もスライダーなんだよ、カット系のスライダー、うん、ホームラン打たれたスリーラン、はいはい、で今日もスライダーなんだよ、はい、だからねそれにねちょっとこだわりすぎだなっていう嫌いはあるし、うん、ギータも狙ってるよね、うん、そのボールを、やっぱ最初のそのホームラン性のあたりでかいファールっていうのは、うん、やっぱ完全に狙ってるもんね、うんうん、だからそこら辺がもう少し考えると避けれた、別の結果に出たのかなって。配球であったり、うん、そうっていうことですか。でもね打った方がねすごいわ。そうですね、もう逆を言うとその配球を変えるぐらいしか、うん、こう変えくぐっていく方法はない。ないそれか申告敬遠、うん、まあまあそうだねっていうぐらいですか。申告敬遠が昨日から俺は良かったと思うけど、うん、今日はやっぱ満塁だからな。俺もその1点で負けたってなるとさ、監督何やってんだって言われるし、まあだけどね、やっちゃいけないことはやっぱフォアボール、デッドボールですね。まあ、こういうのではやっぱ満塁を作ってしまう、ちょっと自滅的なところですか。自滅的だよな。だからここら辺の4点っていうのはやっぱ守ってる野手もやっぱがっくりくるよ。フォアボール、フォアボール、今年西武のピッチャーがよく頑張ってたけど、だけどこういう失点の仕方っていうのはやっぱり王鵬は辛いよね、野手陣は。さらに辛くなったのは中村が出て送りバントして、あ、柳町の内野ゴロの間にセカンドに進み、甲斐、うん、がライト前に追加点を取るんだよね、はい、うん、このね1点っていうのはダメージがものすごく大きい、守ってて。これなぜかというと、はい、4点っていうのは満塁ホームランで返せるんだよ、はい、でも5点って満塁ホームランでも返せない、うん、この時点で5対0だから、うん、だからこの1点っていうのはすごく大きくなっちゃったよね、うん、で5回に源田金子の連打で反撃、はい、まあ、1点取るも後続は続かないという、長打で。皮肉なもんだよね、昨日1、2番組んでたバッターを昨日もう散々だったから甲斐に下げたのが、ただこの
下位に下げて上位に持ってきたっていうのは、うん、すごく大量点になる可能性も強いんだけども、はい、やっぱ下位に置いたら打つとかさ、うん、もうやっぱこう歯車が悪いよね、はい、でまあこうなって、まあ、山川がね最後ねホームラン打ってくれた、はい、まあここら辺は三森のタイムリーだとか、まあ、いろいろごちゃごちゃと点を取ったけどもやっぱ全てはここだよね。そうですね、序盤に昨日も3回だったよな、うん、柳田のスリーラン、今日は満塁ホームランってもうダメージが大きすぎましたね。いや大きすぎるよね精神的な、うん、はい、まあセーブファンとすれば最後に山川がね、うん、やっぱり意地の一発を打ってくれたっていうのはね、まあセーブはこのシーズン最終戦になっちゃったけども、うん、まあ、山川のホームランで、はい、まあ、終わったという、はい、まあ、その結果ソフトバンクファイナルステージ進出ということでね、2勝ということで、はい、はい、いや決まりましたねパ・リーグはね、はい、パ・リーグはこういう結果になりました、はいはい、ということで、はい、猫ちゃんが待ってます後ろ向きの猫ちゃんが。そうです、昨日ね、はい、コメントいただいてましてね、あの猫ちゃん後ろ向きのがいたのに何も触れられなかったって、はい、そうなんですよ、これね、迷いがあったんです。じゃあ気にしてください。はい。よいしょ。はい。DB ですね。はい。はい。はい、で、こちらが、2連勝。はい、バージョンなし、お尻に罰みたいなことで。はい。はい。はい。いつも、ね、ありがとうございますね。はい。はい、まあ、セ・リーグの方は、うん、まあ、1勝1敗というね。はい。で、3戦がありますよ。そこには何が入るでしょうか。ね。パ・リーグの方はもう勝ち抜けをしたというね、はい、はい、ということで、明日もゲームがあります。はい、豊かの分析はまだ続きます、まだ続きますね、ということで、はい、見てくださいね、またね、はい、楽しみです、はい、まあただね、セ・リーグの方はもう明日本当にね総力戦で、阪神の方はやっぱ足を絡められるかどうか、うん、明日のポイント、うん、明日のポイントはね、はい、で DeNA は外の前にランナーを置けるかどうか、これがやっぱり一つのポイントになってくると、うん、ね、ね、両チームとももう少し打たないとっていうところはありますか。なかなか打てないよ、やっぱあれだけのピッチングをされるとね、なかなか打てないけども、うん、やっぱ突破口を開くとしたら、うん、阪神はやっぱ足だし、うん、DeNA は外の前にランナーを置くというね、そこがポイントということで、ポイントになってくると思います。そこを注目して見ていただけたらと思います。はい、では